hey guys！ちいかい皆さんこんにちは。ちかです。今日は私が立ち上げたウクライナ支援のチャリティープロジェクトについてご紹介させてください。現在、ウクライナで起きていること。日々ニュースを見ながら本当にショックを受けています。自分がいるね。日本での生活日々にはもう考えられない状況。特に。 私は今子育てをしていて10月に2人目の子を産んだので女性の方々が一人で旦那さんと離れ離れ家族と離れ離れになって一人で子どもたちを避難させている状況だったりあと妊娠されている女性の方々今この状況で赤ちゃんを産んでいるこの、ね、3ヶ月間で3万人の妊婦の方々が赤ちゃんを出産するらしいのですがもう。 ただでさえ子供を産む赤ちゃんを産むことって不安だしもうわからないことだらけだし大変なことなのにそれを戦争の真っ最中ででやるななんて、もう考えられないですよね。実際自分が同じような状況だったらもうどうなっているかもう考えただけで本当に恐怖だし恐ろしいしでもそれがウクライナの人々の今の現状リアルなんですよね。でそれを見なながらもう何もも何できないもどかしさ、 っていうのは、もう皆さんも感じていると思います。でも、できることは必ずあるんですよね。でそれってやっぱり、遠く離れた人々を支援するためには寄付が一番すぐにできて、支援につながることなのかなと私は思っています。寄付ってなると、色々と詐欺があるんじゃないかなとかネガティブな印象がある部分もあると思います。私が育ったアメリカは、かなりチャリティーカルチャーが根付いているので あのまあ、そういうのもあっても、チャリティーってどちらかというと、やっぱポジティブなすごくいいことっていうような印象があるんですね。で、私もまあそれで育っているので、寄付に対してとてもポジティブな感覚を持っています。で、皆さんにもちょっとでもそういうところを感じてもらいたいなと思って。今回チャリティープロジェクトを立ち上げました。なるべく。 多くの方々に気軽に参加してもらいたいなと思ってウクライナへの思いを込めたアート作品を携帯の待ち受け画面として販売することにしました寄付先はウクライナの大使館ユニセフグローバルギビングという寄付の海外の寄付プラットフォームのウクライナ支援プロジェクトを考えていますで結果などについては私のインスタグラムの方でアップデートさせていただきますのでまたそちらをフォローしてない方はフォローしておいてください。 実際、もうインスタグラムの方では少し前にこちらのプロジェクトを告知させていただき多くの方に中継画面をご購入いただき実際皆さんもストーリーズとかでシェアしてくださったりして少しずつ広がっています。 こちらのアート作品はプリウス・さもともと動画をずっと見てくださっている地下友の方で以前イベントでお会いして最近は私が運営しているコミュニティーシープレイスの方に入ってくださってあのそこでまた再びつながることができましたコミュニティに作品を投稿してくださっているんですけれど、まあ、それがすごく癒しを感じる優しいなんか穏やかな 作品なんですね。今この世界に必要な癒しだったり優しさだなってすごく感じました。 そういう背景もあって私の方から声をかけさせていただいて今回ご協力いただけることになりました彼女が手掛けているのはフォトアートというもので写真をベースに色や色彩をのせて完成させるものなんですだからその元となる写真を何にしようかってなった時にやっぱりウクライナの写真をどうしても使いたいなと思いましたでも私自身ウクライナに行ったことがないのでどうしようかなと思っていた時に ウクライナ出身の友達に聞いてみることにしました。で、その方とも、実は5、6年ぐらい前にやった Airbnb さんとの企画で、私がホスト体験を日本でするという動画があったんですね。で、そこで外国の観光客の方をまおもてなしするというような企画で、でその時に来てくださった方が、ウクライナ出身の女性のケイトさん。まあ、今回ウクライナでそういうことがあったので、 久しぶりにケイトさんとお話をチャットでしたんですけれど今彼女はイタリアの大学で勉強されているのでウクライナにはいませんただご家族も親戚の方々お友達はみんなウクライナにいらっしゃるのでもう次何が起きるかわからない状態でもう日々本当に恐怖を感じているというお話をしてくれましたでその彼女にウクライナの写真なんかいいものないって聞いたら「 彼女のお気に入りの場所の一つであるキエフにあるセン h ソフィアカティ d r a l ソフィア大聖堂の写真を送ってくださいましたでそちらをもとにプリウス翔太さんが色と色彩をかけてできたのがこちらの作品ですでそこに私がちょっと一言英文のメッセージを加えて「Let hope ring 鳴り響け希望の鐘を」という メッセージを入れさせていただきました。元となるこちらのセントソフィア大聖堂の鐘の音を実はツイッターのある投稿で聞くことができます。プリウス・ショータさんが作品を作る際に見つけてくれたのですが、ちょっとメロディーのような鐘の音、まあ、このような空爆の中、ソフィア大聖堂の鐘は なり続けるっていうような言葉と一緒に投稿されていたんですが、その鐘の音にすごく希望を感じたらしいです。で、私も実際その作品を見て、ウクライナの国旗の色合いだったり、その温かい雰囲気を受けて、すごく希望を感じました。やっぱりこういう時って本当にもう希望がなくなりそうな状況だからこそ、 やっぱり希望を持ち続けるってすごく大事なことでその先にある光が見えなくなったら乗り越えられれなないいかもしれないですよねきっとこの先には美しい景色が見えるきっとこの先には平和なウクライナがまた再びあるっていうようななんかなと思います今ウクライナの人々はこのような状況でもう希望を持つ余裕すらないと思います。だからこそ 世界中の人々が支えて応援して希望になってあげる希望の思いを届けてあげるっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思います僕たちのことを思ってくれてる人たちがいるんだみんなやっぱり平和を望んでいるんだっていうような,なんか思いで世界がつながって世界の人々がつながって初めてやっとなんか大きな動きができるのかなと。 感じています。やれることは必ずあるしそれをもうやるしかないですよね自分にできることもうそれをするもうそれだけですで今って本当に世界ってすごくつながっていて遠遠くく離れてているるここととでで起きてることも、実はそんな遠くないんななすよね。私も実際ウクライナに行ったことはないんですけど気づけばウクライナとのつながりっていくつかあって。 2年前に木星の世界地図をインテリアとして飾る動画を投稿したんですけれど、その時に Enjoy the Wood というウクライナの会社とコラボさせていただきました。その後、なんか一緒にコラボで何か作品をプロデュースしませんかみたいな話もあったんですね。その時は、ぜひウクライナに行って、その制作している映像も撮らせていただきたいですっていうような話をしたりして、まあコロナが落ち着いたらそんなこともできますねと。 それ以外にエッ s ィという海外のハンドメイドだったりデジタルアートなどを販売するサイトがあるんですけれどそこはフリーのクリエイターーささんんとかデザイナーさんが作品を出していますクローバーが最近やっぱりねいろいろ見えるようになったし意識するようになったのでプレイジームに飾るおもちゃを探していてなかなか好きだなって思うのがなくてエッ s ィの方を見たらすごくかわいい。 まあ動物のぬいぐるみを吊るせるようなものがあってそれを買ったんですけれどそれ実はウククライナののリエイターさんが作ったたものでした2週間後ぐらいにウクライナから箱が届いてその方が手作りで作ってくれたおもちゃが。 届くという思ってる。以上に多分いろんな方と実は繋がっているんですよね。こういう繋がりもあるからこそ、やっぱりみんなで一緒に何かっていうのがすごく大事な時代だと思います。みんな支え合ってやっていく。しかもやっぱオンラインで今できるから、本当に気軽にできますよね。もうそんなに労力もかからずに、やっぱ寄付ってできるので、まだからこそ。もちろんネガティブな。なんか詐欺。 に繋げやすいとかもそういうのもあるからもちろん慎重に取り組む必要はあるんですけれどまあ、どこの寄付なのか寄付を先は何なのか呼びかけてる人は誰なのかとかもいろいろとありますそれもちゃんと調べた方がいいですしもちろん自分がちゃんと信頼できるところに寄付するっていうのはすごく大事ですまあ、そういう意味でもやっぱりそういうハードルがどうしてもある なか長年 YouTube で発信してきて皆さんとも関係性を築けてきた自分だからこそできることとがあるのかなと思っていたりもします。こうやって皆さんに話しかけて呼びかけて自分の思いを伝えてその思いが一致したら是非ご参加してほしいなという思いでチャリティープロジェクトを立ち上げました。 携帯の待ち受け画面という気軽なものですしそんなに金額も大きくないですけれど、まあ、一人でやってたら小さいことも本当にみんなでやれば大きな影響を与えることができると思いますこちらのチャリティプロジェクトは一旦3月末で終了させていただきそこまでに集まった金額を寄付させていただきます本当に全体を見ればちょっとしたことかもしれないんですけれどちょっとしたことの積み重ねがすごく大事ですよね。 実際今回この「待ち受けのアートになる作品」の元となる写真を撮ってくれたケイともう実はメッセージをやり取りしている中もう本当に祈るだけでいいから時間があったらウクライナのためにウクライナの人々のことを思って願ってって,ってメッセージを書いてくださったんですね。でその祈るでって思っちゃうと思うんですけれど相手からすると祈るだけでも すごくパワーーににななるし、エネルギーになるしもうこういう時こそやっぱり祈って思いを寄せることもすごく大事なんだなと実感しました。まあ、もちろん皆さんいろんな状況があると思うのでこのチャリティープロジェクトに参加できなくても皆さんなりに何かできることそれこそ本当に祈るだけでもいいと思うので力を合わせて いいけたらなと思っています。今回こちらのプロジェクトに急なお願いにもかかわらずすぐに協力してくださったプリウス・ショータさん。プリちゃん、本当にありがとうございます。And a big thanks to Kate for sharing with us her beautiful photo of the Saint Sophia Cathedral.We are praying for you and your family, for Ukraine, the Ukrainian people, and all of the innocent people victimized in this war. まあこちらのプロジェクトを通して皆さんと一緒にウクライナの人々 本意ではないのに戦わされているロシアの兵士の方々、この戦争で犠牲になっているたくさんの人々のことを思って、一日も早く平和な日が訪れるように一緒に祈りながらできる支援をやっていけたらなと思っています。As helpless as we feel, there's always something we can do, so we gotta just keep doing it.Hi, a l guys, thank you so much for listening, and I will see you guys again soon. Bye!